止まった時間。あ、またこの綺麗な駅。困ったの。おじいちゃんどうしたの？おお、坊や、いいとこに。いつ電車が来るかわかるかね？見て、あの時刻表。1時間に1分ぐらいしかないよ。やば。腕時計が壊れてしまっての。時間がわかればいいんじゃが。時計かかっとるね。時間？電車の？うむ。僕に任せて、調べてみるね。ここに時計あるのにな。あ、見えてないやろ、おじいちゃんだから。年取ると視野が異常に狭くなるからな。うっそ、駅の時計壊れてんの？いや、もう電話で、時報で聞く。お、しかも有料。あ、そりゃそうやろな。おじいちゃんに10円もらうか。坊や、公衆電話を使ったことがないのか。時代じゃの。このカードを入れて電話番号を押せばいいんじゃよ。くれたくれたくれた。公衆電話使ったことありますか？ありますよ。さすがにありますか？さすがにありますよ。104でね。117。あ、117か、失礼。土曜日午後1時42分ちょうどお知らせします。土曜日午後1時42分。あれ、1時間に1本もないよ。30、やばもん、ね、そうそう、田舎はこうよ。3時何分やっけ。ごめん、ちゃんと見てなかった。3時12分。あ、じゃあ1時52分じゃなくて。あ、1時52分や。よっしゃ、あと10分で着くみたい。よかったね、あと10分で。あと2時間じゃなくて、うん、よかった。ほほー、助かった。ありがとう、坊や。入ってこれるんかな、こんな時計壊れとって。ねえ。どういたしまして。しかし腕時計が壊れるなんて。もう直せないの？まだピカピカしてるのに。どうかの、こう見えてずいぶん古い品じゃから。残念じゃが、もう引退かもしれんの。この腕時計はあやつとの、いや、よく働いてくれたから仕方ないの。電池切れただけかもよ。お医者さんには行かないの？ん？医者？僕ね、お医者さんが嫌いでいつも行きたくないけど。でもね、頑張っていくとちゃんと元気になるんだ。お医者さんってすごいんだよ。だから、その腕時計も見てもらったら、きっと。ほっほ、そうじゃな。町へ出るついでに、医者、時計屋にでも訪ねてみるか。それがいい、それがいい。相談ぐらい聞いてくれるじゃろ。わしはまだこやつと一緒にいたいからの。うん、きっと大丈夫だよ。ほっほ、わしもうっかりしてたの。まさか故障じゃなくてゼンマイの巻き忘れなんての。よかったの、無事で。名優との腕時計じゃからの。なるほど。あやつ今頃どうしているんじゃろうか。あ、生きてるのね。一旗あげると町を出て行ったが、わしのところへ汽車台を背びりに来て、この腕時計を肩に置いていきよって。出世払いで倍にして返すと言いよったが、あれから音沙汰ないの。ほほほ。これでもだいぶ昔なんじゃないの。ね。昔から口だけ渡してて全くちとも変わらんかったな。出せない初中見舞いは溜まっていくばかりじゃ。居どころがわからんからか。ほれ、今年も増えた。いい加減わしゃ待ちくたびれてしまうぞ。なるほどな。なるほどね。その名優が出てくる話もきっとあるんでしょうね。あるんでしょうね。